今回は事実を陳列するだけでポンコツさが露見するオールドンマイちゃんに対するレイブンの反応を紹介します。アーマードコア6のネタバレを含みますので、視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。ヘリ5機相手にカラサワを使い切る天才 AI。 ハッキング完了5分前になって起こす天才 AI。 エンブレムの差分を大量に発案できる天才 AI。 エンブレムの差分を都度送りつけてくるのやめてくれ。シブでタグ占拠してるやつみてえ。素敵なエンブレムはどれだけあってもいい。ケイト、マークソンも絶賛しています。空張りで水増ししてんじゃねえぞ。おら、ここにヘリがあるんで全部壊してください。あ、やべ、あっちで飛んでいるのも落としてください。言い忘れましたけど、ヘリは壊すと爆発しますわこいつってなった。輸送ヘリの数ぐらい把握しとけ。打ち漏らし対応中とかでなくすでこれなので、単純にナビが下手くそ。今コーラル輸送ヘリ撃墜をギリギリクリアしたけど、きついなこれ。でかい機先で完全待ち伏せしてるくせに、なんだよ5機しか落とせないって。お前さ、最強美少女設定のオリキャラ作ったので現場に出します。マー傭兵なんて騙されてくれるでしょう。ケイトもさ、ランク9くらいになぜか入ってる独立傭兵くらいだったらかっこいいのに、ポットでなのが。AC としてはランカー中堅だし。ああ、最強美少女傭兵ケイト・マークソンの方が圧倒的に強いですが。聞いてよオールドンマイちゃん、こっちが死ぬ気でヘリ落としまくってるのに5機しか落とせない独立傭兵がいるらしいんだけど、こんなやつ傭兵やる資格ないと思わない？私とは全く関係のないできる有能美女傭兵のケイトさんの悪口はやめてもらいましょうか。敵は私が倒すのでハッキングお願いしますって持ちかけてくる AI 初めて見た。じゃあ逆を担当したらいいかというと、この AI はハッキングにもクソ弱い。敗北確定1分前に場所を把握してるゴーストを発掘されてる状態で起こすのも含めて、相当に研ぎ澄まして狙わないとこんなポンコツキャラ生み出せない。本人は進化した存在と思ってるけど、コーラルにかぶれる前のが AI としては有能という皮肉。でもかっこいいパワポ作れますよ。もういっそ発掘されたら？Windows95 で動いてる女。うっかりミスと自己保身ができる超高性能 AI。 度重なるポンコツっぷりにこいつが AI である確信が持てない。一つだけ言えることがある。コーラル変異波形はこんなポンコツじゃないから違う。逆にポンコツに振る舞えるのは超高性能 AI である証だし、感情だの神経回路の処理能力は現代のスパコンでも脳には遠く及ばないんだ。高性能 AI が自我と意志持ったところで無限の知識を持ったポンコツだ。ラットのチャキ、スティックだ。ボス曰くポンコツすぎるというのはかえってものすごい AI らしい。要件はそれだけだ。じゃあな。人間より人間らしいのは高性能の証。思考放棄もできるし人間臭すぎるんだよな。じゃあちょっと性能下げて完璧に計画遂行しろよ。めちゃくちゃかっこいいバズーカ作ってるのは褒めてあげたい。不粉銃剣付きですよ。バズーカに銃剣つけるとかいう常人にはとても真似できないコンセプト。なんだかもうよくわかりません。ありがとうございました。 OLAI は創作でもあまり見ない。オキーフの死を事故に見せかけるって言ってましたよね。めっちゃバレてるんですけども、フロムくん、やっぱ3周目のシナリオ筆が乗ってるよね。最終決戦時の定型といい、フロムも意図してネタキャラにしてそう。実際にポンコツになってるボイスがあるあたり、フロムも意図してキャラをポンコツに作ってるよね。もしかしてここあのセリフの使いどころなのでは。古本大きすぎる、にちゃん。何言ってんだこいつ。オールマインドちゃんさ、 AC の歴代 AI たちに申し訳ないと思わないの？黒幕は人格を持った人工知能矢印、いつもの AC だな。ありったけのポンコツ成分を加える矢印、これが令和最新。オールマインドちゃんは本当はもっと小さい仕事しか与えられてない AI だったのかなと思うと愛おしい。というか AI という面ではチャチの方が優秀までない？ AC としてはランカー中堅だし、ザイオンに乗り換えれば破壊しない限りエイムはハッキング勝負で勝てないって。
敵対するどのルートでも米軍はチャチにいっぱい食わされて、その対応に迫られるくらいにはすごいやつだぞあいつは。こんなガバガバオリチャーポンコツ AI とは違う。今日3週目クリアしたけど、オールドンマイちゃんの手持ちの資産や戦力は結構カツカツなのかね。3週目のめっちゃ強くなった霊軍が全力で肩入れしないとチャプター2以降何一つうまくいかない程度に。すっが消えたら崩壊するガバガバチャート。ツーカルビコンって名前の場所が舞台で、すっがという名前なのに全然物語に絡んでこないのでびっくりだよ。すっが絡む前に死んじゃった。ふふふ、スッダがやられたようですね。あれはコーラルリリース計画の重要人物。どうしよう。ルビコン川を渡れなかったと考えるとすんごいしっくりくるネーミングだ。依頼受けないとスッダ死んだ時点で積んでるからな。オキーフは裏切るし、イグアスはノイズ扱いして相手してくれないし、まあ AC シリーズの AI なんて大体一人の AC 乗りに計画破綻させられるポンコツばっかだし。過去作で賢いっていうか、おそらくは設計通りに目的達成した AI なんて3の管理者しか思いつかない。3のままはマジですごい。人間たちが主人公イレギュラーだって騒いでたけど、それすら計算のうちだもん。自分を打ち倒させるとこまで完璧だった3のレイヤードの管理者の凄さを再認識できた。惑星封鎖機構の AI からは3のままと同等の賢さを感じる。オールマインドちゃんは前例がなさすぎる。 AI に管理された仇役の封鎖機構なんて絶対ろくでもないやつじゃん。矢印正義の味方だったわ。そんでこっち側の AI どうしようもないアホだったわ。すごいよね、普通の人間にハッキング勝負で負ける AI。 電子戦で負けるなよ、人間の女とその AI に。でも彼女たちコヨーテスに苦戦する程度ですよ。じゃあオールマインドはそれ未満じゃん。オールマインドは AI だから物量作戦が得意。621はエアちゃんがいるから電子戦が得意。完璧な配分です。やはり超高性能 AI は格が違った。なんだかんだで好きだから専属オペレーターしてほしい。ついでにケツも叩かせろ。オールマインドちゃんはルビコンにおける情報収集能力に関しては作中最強だったよ。それ以外がちょっとね。よく考えるとオールマインドとデカデカと見せつけるロゴもアホっぷりが見える。オールマインドは補給シェルターよりはヒロインしている。シェルターは俺にとっての女神だが、補給シェルパが女性音声だったら危なかった。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。